FC 町田ゼルビアです。昇格プレーオフに向けて勝ち点差は6、町田としては絶対に落とせない一戦。そして明治安田生命 J2 リーグ第38節ブラウブリッツ秋田対 FC 町田ゼルビアの一戦です。中村絡んでいって高田から茂一度下げてこの位置から狙っていきましたが、これはどっちですか、得点認められました。秋田先制。中村から最後池田ですね。そうですね、まあ、素晴らしいクロスですよね。池田選手がうまく絡んでいくと、まあ、この中村ゾーンと言われるこのエリアからのクロスの質と、まあ、ラインを出たかなと思いましたけども、しっかりそれを、ね、カバーしたところと、そして中村から青木剥がして中村のクロス、ヘディングはミートせず斉藤慶太です。完璧なクロスでしたね。はい、さあドゥドゥが絡んでいって前向きの矢印を作っているのは町田。さあ太田です。太田仕掛けていく、シュートに来ました。さあまだある平川、ここのところは田中が防いでいます。高江です。人数をかけて攻めていっている。さあ平川ここ倒れていますがホイッスルはない。かなり精神ビートアップしています。まあ、このワンタッチの続いているところのシーン素晴らしかったですね。はい、まあ、この入り方も本当に良かったですし、間合いを取って高校は決めました。ペナルティーキックしっかりと決めて町田同点。このギリギリまで判断変えられるところが強みですよね。はい、まあ、ほぼインサイドですけどこれだけの強い蹴れますからね、素晴らしい PK ですよね。はい、マイナスのボール入れてきました。ここから長谷川、しかしパンチング、ナイスキーパー田中雄大。高田突破を仕掛けますが太田のところ残して中村、最後流し込んだのは吉田いぶき。秋田勝ち越し。まあ、冷静にいろんな選手が見えたと思うんですけど、町田の選手に当たらないような判断を続けましたし、まあ、キーパーとディフェンスの間、そこに素晴らしい町田長いボール、チョンテセのところ使ってホイッスルが鳴りました。試合終了。ブラウブリッツ秋田ホームでは5月8日以来。